はい、ということで10月3日月曜日です。今日も運動しに行きたいと思います。なんかこれ、なんかここだけすごい長いんだけど。ということで今日から21週目が始まります。もう半年過ぎたね。めちゃめちゃ嬉しいコメントで、雨にも負けず、風にも負けず、大風にも負けず、誹謗中傷にも負けず、頑張ってるまやさん偉いっていうようなコメントが来て、マジでモチベーション上がりました。ってことで今日も行ってきます。ということで10月3日月曜日です。とうとう10月に入ってしまいました。今年も残り2ヶ月、早いね。サイクリングマシンの時に人がいたんで、柔軟の様子からお見せします。このトレーニング室に蚊が1匹いたんで、私の反射神経でパチッと仕留めてやりましたよ。刺される前でよかった。多分刺されてないと思う。多分うちの庭にビオラを埋めたんですよ。ビオラを。そしたら上が紫で下がオレンジ色の面白い色のビオラが咲きました。花はいいよな。ちなみにこの日も、コスモス、うちの庭に咲いて台風で倒れたコスモスをプチッと取って部屋に置きました。ってことで今日もサイクリングマシン、柔軟腹筋50回、ランニングコース回って胸筋鍛えて終わりとなります。反転やめました。なんか逆車線走ってますよっていうコメントが結構あるので、はい、反転させていません。ということで最後は歌ってみたです。どうぞ。流れもしないよ停滞の最中、景色は似たり寄ったりだね、変わってみろと挑発したことで世界は今日も空病だね。たった一呼吸分の君のくれた酸素で、その心の最深部、誰より早く行くからそこでいいよ、歌ってほしいよロックンロール、踊ってあげるよスクエアウィンダンス、ここで二人起こした逆流で世界がどう読めけばいいと思うんだよ水流のロック。はい、10月4日火曜日です。今日も運動しに行きたいと思います。コスモスめっちゃ綺麗じゃない。昨日帰りうちの庭のを摘みました。ということで行ってきます。ということで雨を舐めながらのオープニングとなりました。サイクリングマシンの時人がいたので柔軟からお見せします。なんかね、ふくらはぎ肉割れまた起こしてましたね。はい、こちらランニングです。本日も柔軟腹筋、間違えた、サイクリングマシン、柔軟腹筋50回、胸筋鍛えて終わります。こんな感じでランニングも行いました。足に筋肉がついてきてね、ふくらはぎが大きくなったのかな、それで肉割れになっちゃったのかな。ということで帰りの風景に合わせますのが歌ってみたです。どうぞ。この空虚感をどう埋めたらいい、そんでるばかりの日々に、また新しい朝が来るように、いつかこの闇に光が差して、世界中に君の笑顔に蓋をする、すべてがなくなる日まで、きっと僕らにできることなんてちっぽけなことかもしれない、でも昨日より今日が、今日より明日が明るくなりますように。はい、10月5日今日も運動しに行きたいと思います。運動後は温泉に入ってきたと思います。このね、寒くなってきたこのね、外の空気で、原付でね、こう体冷やして、であったかい温泉に入って、でまた原付でその温まった体をこう、まあ、水風呂的な感じでスーッと冷たくさせてっていうのが、まあ気持ちいい。ということで行ってきます。ということでやってきました10月5日水曜日、週一の楽しみ温泉です。あ、念のためにとかないとね、戸籍も変えて SRS も受けております。これ一応言っとかんとね。はい、ということでサイクリングマシーン目標達成です。柔軟の様子も少しお見せします。
ということで、本日10月5日水曜日もサイクリングマシン柔軟腹筋50回で、ランニングコースが使ってたので胸筋鍛えて終わりとなります。温泉に行く道中、川島様が歌ってみたです。どうぞ。満月の月明かり、解決のピリオドに、全身の憂鬱を溶かしてくれないかと睨んでいる。満足の間の字もないサブカルチャーに逃げる。息すらまともにできない世界、穴に落ちてゆくみたい。見たい幻想と現実の違い、理不尽も矛盾も受け入れなさい。弱者が淘汰される流れに、愛想尽かしてまた無理に笑ってる。確かに大体の出来事はしょうがないんじゃないの一言でおしまいにできるのかもしれない。でもそれって気取ってるだけのミステイク。背徳とかしてから殺して大体でビビって生きている。本性を隠して誰かにあげてさっさにサインして、マンネリ化した平凡の方が楽だって歌っている。おおおおおお、こんな風にね。10月6日木曜日です。今日も運動しに行きたいと思います。今日はお昼アヒージョを食べました。美味しかった。多分ね、おやつにスティックの、わかるかな、ごまの餅パンを運動終わったら食べるかも。まあ運動してくるし、プラマイゼロ行ってきます。ということでやってきました、10月6日木曜日です。はい、パンの他にアイスクリームを1本食べました。はい、正直に言いました。ということでランニングの様子です。今日はね、こんな雨だったんで、そんな強い雨じゃないんだけど、まあ歩きでしたね。飲み物はこちらです。この白濁した液ですね。カルピスです。はい、10月6日木曜日、今日も普通にサイクリングマシーン柔軟腹筋50回、ランニングコースもあって胸筋鍛えて終わりです。今日もちょっと人がいたんでランニングしか映せませんでした。今日は若干雨が降ってるので原付では行かず歩きです。じゃあ明日も頑張ります。明日計測日かな。頑張ります。はい、10月7日金曜日です。今日も運動しに行きたいと思います。もうこれ着てくわ。これ男の子時代にアベールで買ったスタジャンなんだけど、寒すぎるからね、飲み物も持ってかなくていいや、寒い。で、雨降ってるんで歩きで行きます。行ってきます。ということでやってきました、10月7日金曜日です。計測日です。サイクリングマシンからのスタートです。めちゃめちゃ寒い。もうね、半袖はね着れません、着れません。柔軟の様子を少しお見せします。はい、ということで10月7日金曜日、今日も行ってきました。サイクリングマシン柔軟腹筋50回、ランニングコース回って胸筋鍛えて終わりとなりました。厚着なんでいつもより体重増えるかもしれませんが乗っていきます。はい、やっぱりいつもより若干増えてますね。はい、ということで続いて腹筋見ていきたいと思います。もうカメラ通すと分かんないんだけど、どうなんですかね。毎日50回角度つけて腹筋してるんだけど、この上に乗った肉がなかなか落ちなくて、ちょうどあと1ヶ月後はファッションショー、ファッションショーなんで、もうモチベーション上げていきたいと思います。じゃあまた来週頑張っていきます。じゃあね。